村井さん、村井さん。はい。アップバンクアプリ担当のスプリング真央です。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。本日、アップバンクのアプリ担当から新しいアプリがリリースされました。うん、はい、あれですね。その名も、お小遣い日記というアプリです。おー、日記。はい、こちらの画面の右下に入る。右下のあれでしょ。そうです。お小遣いって書いてあるアプリです。早速開いてみます。なかなかシャレオツのアイコンじゃないですか。でしょ、うん、じゃん。で、はい、もう私ちょっと使い始めちゃってるんで、パスコード入力って出るんですけど、パスコードを入れます。はい。はい。で、お小遣いのアプリなので、まあ、今見ていただいたように、パスコードを入力して、まあ中にね、中に入力したものを人に見られないようにすることもできちゃいます。はいはいはい、で、お小遣いとして入力した内容がこういうふうに時系列で縦にずらーっと並んでいきます。ほうほうほう。3月、2月みたいな感じでこう上にね、バーの切り替えがあるんですけど、そのバーがずーっと並んでいって、ずらーっと時系列で並んでいって、はいはいはい、昨日何やったかなとか、1ヶ月前何やったかなみたいな感じで振り返りながら使えるアプリです。美容コスメ、8,400円。はい。髪切ってきた。いや、ですね、これは何をしてきた？化粧水とか、その辺をガッツリ。ああ、なるほどね。ガッツリと買いました。なるほどね。はい。はい、で、そのための交通費とかね。はい。で、追加する方法は、右上の追加ボタン。で、カテゴリーを選んで、おお。で、金額を入力するだけです。どのアイコンも非常にシンプルで分かりやすく。車とかね、ガソリン代の人とか。いいね、いいね、いいね、いいね。はい。ね、光熱費4,500円とか言って完了っていうふうにすると、さっと入力できて追加されます。素晴らしく便利。はい、で、こちらはですね、はい、何にいくら使ったのか分かるように、グラフにもなります。分かりやすい。それがね、一体何パーセントなのか、その自分の支出の中で一番使ってるものが何なのかがチェックできるっていうのもポイントです。これいいじゃん。いいでしょ。超わかりやすいじゃん。わかりやすいし、見やすい。 ありがとうございます。あとね、男性でも女性でも使いやすい感じでね。もう一回アイコン見せてよ。アイコン、アイコン見たいですか？追加、その追加でさ、スライドでこうさっと選べて、かつさっと数字が入力できるって超レベル高いな。そうなんです。基本的にそう、何なのかと数字だけでいいじゃないですか。あんまり細かいこといいわっていう人のために、いや、すごいいいと思う。選べればいいと思う。入力が簡単。はい。あともう一個だけ、メモ機能。あ、メモ機能も実はあるんですよ。例えば今日ラーメンどこで食べたとか聞きたい人は追加で書けます。はいはいはい。で、もう一個だけお伝えしたいのが、ちょっと私ここにね、ゲーム課金って書いてあるんですけどこれ実はカテゴリーの編集ができます。おお。で、このゲーム課金っていうのはデフォルトには入ってないんですけど、自分がよく使うものに、そのあとはカテゴリー、これいらないよっていうのを消したりとか。あ、便利便利便利。ちょっとやってみせてよ。いきます、はい、それがですね、設定画面に行ってカテゴリー一覧編集ってのがあります。で、このカテゴリー一覧編集のゲーム課金とかを上の方に持ってったりもできるし、あとこのゲーム課金を タップすると、名前変えられるんだ。そう。え、超いいじゃん。 iTunes とか変えられる。そうそうそう、 iTunes。 こんな感じで、アイコンを編集するってやると、お、絵が選べて、でさらに色も選べるんです。レベル高っ。だから基本的にあるアイコンだけなんだけど、あるアイコンに対して好きな色をつけてあげて、これが iTunes だぞ、保存となるんです。超いいじゃん。これによって自分の好きなカテゴリー、ここまた下に、あ、ある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 、 iTunes が追加されました、ね、食品と日用品と、そこの下に iTunes が追加されてる。そうなんです。これすごいな。これは自分の使うものだけに絞ってお小遣いをつけていきたい人に最適なアプリになってます。え、素晴らしい、はい、想像以上に素晴らしい。やった、嬉しいです。 iPhone、 え、私もやろうかな。あ、ぜひぜひやってください。さっきダウンロードはしたんですけど、 ありがとうございます。実際に使おうかな。お願いします。素晴らしいな。なんか結構私、はい、お小遣い帳系のアプリ、歴史的に何個か使ってるんですけど、その意外とめんどくさいのが、このカテゴリー登録が、選んでからなんかそのダイヤログ、なんてぐる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 、うん、あのぐるぐるが順番変えれて、より頻度高いものは上だって言っても、あれめんどくさくない？ちょっとくるくるがいっぱいあると、くるくるがめんどくさい、うん、これワンタップで、そうです、そうです。で、金額も削くで、終わったらあれでしょ、グラフで見れると、完了。そう、グラフこのグラフは何月のグラフで見れるんだよね。そうです、月単位のグラフで見ることができます。
素晴らしいアプリじゃないか、はい、ありがとうございます。あ、もう超レベル高いと思います。これ皆さんダウンロードすべきです。ぜひぜひ、新生活なんで、はいはいはい、今新しい生活始まったぞとか、今年は何をやるために貯金するぞみたいな感じで今思い立つ時期だと思います。そうですね。なのでぜひ今から使ってみてください。ぜひ皆様ご活用ください。はい、ダウンロードリンクをこの動画の概要欄に入れておきましょう、はい、説明の分かるあのレビュー記事のリンクも入れておきたいと思います。はい、ちなみに iPhone だけ、はい、そうです、iPhone だけです、はい、iPhone でめちゃくちゃ評判が良かったら Android もあるかもです、はい、はい、では皆様ぜひともダウンロードください。お願いします。ありがとうございます。